全然怒れない。この前、石茜が4泊いて、赤津ちゃんが3泊泊まって、赤津ちゃんとは3日間は2人で昼から夜まで飲んで寝て、起きて飲んで寝て、自転車で力引いて、それなら応援したい。結果また理由でしていいですか。あ、なるほどね。じゃあ、わかったな。じゃあ、りんちゃん、ちょっと本題戻っていいですか。はい、リアクの番組が来たんですか。だから、なんか、りんちゃんが、はい、リアクをネタにして、やることによって、離れるために支援してたりするのもたくさんいたみたいです。はい。応援してるとか。はい、で、なのに、こうやって今日は関わってるようになっちゃってるから。いや、これは来たからです。私は連絡取ってなかったし、この人は、分けたのに、はい、今日は配信をやめるっていう、僕とそのネオさんが呼んだことによって龍也君も来た、まあまあね、それは事実してしまったから、そうそうっていうことなんですよ。この先明日から私たちはまた連絡を取ることもないですし、私は、はい、連絡を取ることないですし、ないです。でも連絡は取ってないんですよね。取ってないんで、だから今日会ったからって言って、でもセフレなんですよ。はい、セフレ、セフレなの。セフレなの。さっきトイレの前で抱き合ってチューしてました、ね、セフレなんですか。で、ハチコさんはどういう子関係なんですか。いや、別にコンビニいますよね。いや、俺別に稼がないよ。このなんでこのパターン、この待って、どういうこと。ハチコさん、どういう場面で現れた。中で飲んでて、どうにもならない。そしたら、あれって知ってる人マスじゃんみたいな。知ってるやん。仲マスターのお店によく行ってるってこと。どうにもならないから、じゃあ私我慢するか。このさなかでたまたま、いつもよく、ちょい最近はもう怪我して来てなくて、なんかどっかで見たことありますよね。じゃあどこ誰枠だ。俺も好きだわこの人。めっちゃ俺ツボなんやけど。ちょっと、いやもうツボ。気に入っちゃったの。いや、めっちゃ面白い。気に入っちゃったのね。ねえ、ヒカル、気に入っちゃったの。ヒカルさん。え、ハチ公さん。お前そんなこと言っていいのか。じゃあ俺目線でみんなに伝えたいの。なんでだよ。どっかでお会いしたことありましたっけ。いやー、そんなこと言うとね、本名とかね、もうカメラ目線でお話します。とか聞いちゃうよ、うん、あのハイボール、あのハイボール、なんかこの、わかる、俺マスター、ハイボール頼んでください。ぷよぷよのキャラクターに出てきちゃうな。ぷよぷよのキャラクターに出てきそうなよ。わかる。前に抱き合ってたわけ。抱き合ってたわけじゃん。ちょっとこっちでしょ。いや、だから、ゆうちゃんが、カオスの部分、ちょっと、ひとまで、ゆうちゃんだから、俺が、こいでいいかなと思って、ゆうちゃんが、そのいや、マジで、だから、私、だけって、いちいちしてたわけじゃないの。ゆうちゃん、外せって。だろ。そうそういうことか。理解できたかお前ら。でもヒカル君が、まあヒカルはもういいんだよ。全く理解できないだろ。俺も理解できない。何がどうなってるか全くわからん、マジで。どういう葉っぱが邪魔ないよねこれ。葉っぱ邪魔。めっちゃ葉っぱ邪魔ないよこれ。いいじゃんいいじゃん。使うしかないじゃんね。緑はあったほうがいい。たまたまあったみたいな。お前らどうだ。今日はお前らために移動じゃないですか。移動ですか。移動です。移動だよね。電話ドロー借りちゃった。移動だよ。移動だよ。移動です。一応5000万。1000万。いくら払えばいいの？1,2,3,4,5。じゃあだってほらまだ来たばっかりの人いるからそんなダメだよ。別会見にした。あ、そうだ。だってまだ1杯しか飲んでないもん。来たばっかなのに。3杯目これ好きだわこの子。
何だこのぷよぷよみたいな、ね、よかった、こんなキャラクター誰が、ハチコちゃん、ハチコちゃんなんだこれ、この子ぷよキャラ枠できて、あのヒカルさんに枠、あのいくら回しますので本当ガチなんこれ、3杯目とかいや、そんなんじゃないって、こんなふざけた女の子いないよ、こっちがやってたんだから、えそれは違うよ、それは違う、それは違うよ、弾丸論破いや、笑えるわ、弾丸は違うよ、ちょっと待って、弾丸論破語った今、それは違うよ、弾丸論破意義あり、だっていくのだって意義ありだわ、いやだからじゃあいいや、じゃあ1人2号、これ出すから、え、これどこに出してよ、これでいいんじゃない、え、マジだね、優しい、じゃあそれでやって、えだって、そうでしょ、それだったら別に彼女はいっぱいしみんな、彼女はいいよ、彼女はいい、やめて、マジであなたはお金払わなくていいです、え、あの別会計です、いやいいです、払わなくて、うん、なんで出します、こっちが出すんで、あ、だってそんなダメだよ、だから1人2000円ですよ、うん、払う、マスター、うん、こっちが払うから2000円、ね、100万円だよ、そんな、うん、出したからかっこいいね、おさん、いや、嘘つき、みんな気持ちよく飲まれてるから、ね、もうちょい飛び出せようか、あー、ごめん、何やってんの、ちょっと静かな、店行って、それはそれ、みんなで飛び出せよう、大丈夫ですよ、大丈夫ですよ、何してんの、踊ってんの、違います、葉っぱと戦ってんだよ、いい話をしようと思ってんの邪魔なんですよ、これもうさっきからね、ちょっと光る、はい、ちょっとそこでガンダムやって、あのガンタンク、ガンタンクやって、ガンタンク、そこでだそれ中ちゃんじゃないですかで、そこでガンタンクやってよ、ガンタンクやってよ、見たい光のガンタンク、じゃこれをガンタンクやります、いいですか、いいよ、いいよ、大丈夫、そこだけやったんだよガンタンクやって、中ちゃんのガンタンク、いや、ガンタンクよくわかんないんですよ、ガンタンク今日見ただろ、はい、ガンタンクだよ、よく何をやってるかわかんないんですけど、じゃあ独自行きますよ、いいよこれ一発で投げます、これみんな使ってくださいね、何を、絶対一発ギャグやるって、一発ギャグで使えて、これ絶対使ってほしい、いきますよ、むしろ使わなきゃいけない、じゃあ行きますよ、一についてよーい、スフィンクス、一発ギャグやるよって言われたら使ってください、皆さんみんな使ってくださいね、これスフィンクス最強なんで、太陽の化身なんでね、何のために今日中ちゃんと絡んだんだよ、中ちゃん、そこそこで良くないって言われる、こうやってやってたじゃん、ちょっとやってくださいよ、間違うのこれ、こんなちょっとごめんね、もういいだろ、もうそれ昔だったら散々やったけど、もうやんないよ、ね、みんな求めてないやな、俺がやるものは求めてないやな、枠移動して損したわってなんだよ、どこに移動したんだよ、僕の奥にわざわざ、ああそういうことか、まあみんな、あなんかわかんないけど、見るため、ああそういうことか、なんか俺が滑ったみたいな、滑ったって感じ、すいません、もう2分で切れるんで、あのなんかすいません、つながります、すごいよ光、残念だ、じゃあ行こうぜ、何が残念なのか全く分からない、光この後どういうことなの、一気飲みしないといけない中で、これあ、これじゃあ光、飲みよ、はっちっと、じゃあみんなで、じゃあみんなで KP して帰ろう、あ、KP して帰るから、ね、KP して次に、ありがとうございます、わーどう KP、 何で KP、 今タタ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 あなたは何だっけ、砂糖だけど、砂糖じゃなく塩で、塩でちょんちょんちょんだっけ、ちょっとしかないやけどこれ、ツンツンツンだっけ、そんな飲むわ、ちょんちょんちょんだっけ、でかいのさ、
でもそれもパフォーマンスだよ。少ないものを多く見せる、辛そうに飲むって。そう、俺がさ、こんなことやってる時にやっぱり昭和のテンションで、昭和のテンション言うなよ。飲みまーす。行きましょう。お前マサヤン呼ぶからな。マサヤン呼んだら止まんねえぞ。いい言葉飲んでから。マサヤンとかとね、またたまにはやりますか。でもあいつダメ、あいつ酔っちゃうともう本当にダメだから、あいつめちゃめちゃっすからね。あいつめちゃめちゃになるから、マサヤン。これ邪魔ないよ、これマサヤン。インフルでしょ。あ、そうなの。うん、インフルエンザ倒れないよ。そうなんですよ。あそこが元気を倒したらプルコン。あ、そうなんだ。353さん、一回静かな店行った時に、ちょそれは代弁させてください。俺はこの葉っぱに誓って、今また言ってもらっていいですか。マジでそれは誓います。この時間、この時間でみんな楽しもう。じゃあ店移動しますか。あ、で行きましょう。大丈夫。いや、なんかエンディーさんのどこで一瞬顔出そうかなって悩んでた。あ、俺もエンディーさんだと思う。エンディーさんのとこ行きましょう。エンディーのとこ行ってらっしゃい。エンディーじゃない、ランディーじゃない。あ、ランディさん。結局ランディさんのお店でエンディさんの何回やるみたいな。ああ、それ行かないです。すみません。ランディさんは、はい、すみません。あの、僕がダメです。行ってもいいからって。僕は行けないです。これだから、行くなら行って、行っていただいていいですけど、僕は行けないです。はい。だから、全然時間も気にしてないって。まあ、その後でいいじゃん。だから、俺たちは、まあ、そこまで遅くいないんで。全然時間も気にしてないです。あ、行きたいのは、いや、行きましょう。すみません。試合、成立させるんで。あ、どうか、だからリュウヤ君と、ありがとう、感じ。今日は送りますか。じゃあ、じゃあ、試合が忘れるな、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 リュウヤ君めっちゃやるな、書いてない、同じの相手から書いてない、やらないって、やらないって、試合やらないって、やめて、今から音行くの。違う違う、やらないって、そうすげえ、俺と行くんだから、行かない、行かない、待って、それは、ただ大君がただリンちゃんとセックスしちゃうみたいな。全部論破できる。いや、そういう状態で、あ、こっちは、行かないって言うから、そうじゃないって。そういうこと言われても、行かない、仲間の仲間の仲間の仲間してる時っていうのは全部黙ってきたけど、家族のもとに帰るかな。私の、これないから気にしない、行かない、私の席。でも、どっち行く、行かない。え、どこだ、夢に行こう。イエーイ。 FBC 行ったのね。それは認めるよ。あいつなんかやめたほうがいいよ、あいつ。無理だからないな。家族の予定があると、お前が俺と戦うんだったらやめた。指飲んでたよ、それが条件。あ、昼間もうその頃1時から飲んでた。戦ったら行かないって。私も昼間、家で、まあ、戦わないから何が何だろうってやるから。その後、それに落として戦わないのがある。俺めっちゃ顔人もないよ。ちょ、ほんといいっすか、アウトカメラで。もう一回喋ってもらっていいですか。でも戦う気がない。それだけさ、さっきのりんちゃんのお話じゃないけど、だからそれだけ取り合ってね、ツンツンしたいっていう意欲が強いのか。すげえよ。大丈夫。勇気はね、可愛くぶらなくていい。だってこれだって、ね、私なんで？え？ない。高校時代のあだ名が？ハマチじゃん。ハマチ？ブリの子供ってブリ出世王だから、うん、ブリになさい。ブリ出世王。まだ行けるけど。どこ出身地なんですか？うるさいな。福島。東北だ。病院なの？俺は？宮城。おお、めっちゃ近いじゃん。近いよ、だから。え、ほんと福島なん？うん。あいつ分かんなくて。会津なんだ。うん、俺めっちゃ会津の先輩に昔、お世話なんて、16。よかったよ、殴られてるだろって。いや、だから、そういう感じだった。そういう風に育てられた。会津の先輩に。だから、熱いんだよ。俺結構熱いのを売りにしてるんだけど。でも、俺いくつなんですか？俺今35っす。34。え、おいくつですか？36です。ああ、はい。え？
36、リンちゃんの2個上。これ絶対先輩と繋がってるわ。怖い。怖いマジで愛沢先輩。これを育ったら愛沢先輩か。昼間飲んでたんだよ。また戻るね。お花見の時でもいいんじゃない？いいと思う。コメント来てる。光、海太郎からコメント来てるから読んでくれ。海太郎ちゃんおいでよ。海太郎ちゃんおいで。って言ってるよ。みんな飲もうぜ。今から夢吉で飲むわ。海太郎ちゃんおいで。全然大丈夫だよ。みんな飲もう楽しく。じゃあ塩全然大丈夫。あそこか。はい。みんな飲もうぜ。あ、妊婦さんか。たま無理せずだからコーラじゃないけど。次、そっか。差し障りなく。てか無理しないでほしい。ごめんね。誘ってごめん。ストレスとかそういうの感じない方がいいわ。え、カバン開いてる？開いてる。ちょ待って、本当にワンタロウに似てるよ。本当に似てます。ほらふわっ近いのワンタロウやで。今日なんか北海道に元気を見せてやろうと思ってたのに、北海道に行くまでにはいヒッチハイクしてましたか？いやしてないっす。チート使いましたか？モンジャリースナーのちょっと似てるよな。あれリンは？え、ちょっと似てるなワンタロウには。ふわっちゃん、そもそもふわっ、あのワンタラもふわっちゃんって言うからね。みんな知らないと思うけど、ふわっち、あいつふわっち配信でてっぺん取るっつってふわっちゃんって言うから、ワンタラも。でもいつの間に DJ エンタープライズ入ってツイキャスをメインに